9月12日から18日までの1週間、東京東中野で福島映像祭2015を開催します。今年で3回目となる福島映像祭は、福島にまつわるあらゆる映像を集めて上映する映像祭です。上映作品は、生き物の記録第3弾、福島生き物の記録シリーズ3拡散、東京阿佐ヶ谷に住む少女が繰り広げるひと夏のファンタジー、セシウムと少女、福島原発の事故後を得て若者たちの交流と成長を描いた種まきうさぎ、なりわい訴訟の原告樽川和也さんを追ったドキュメンタリー映画大地を受け継ぐ。9月12日は2つのイベントがあります。1時からは福島中央テレビの佐藤隆さんをゲストに、地元テレビ局のニュースクリップを見ながらお話を伺う福島の未来、福島中央テレビの現場から。7時からは福島映像祭の目玉ともいえる市民部門の上映と、上映作品の制作者を招いたトーク、私が伝える福島です。9月13日は福島映像祭では初となる映像パフォーマンスがあります。福島県いわき市久野浜を題材としたドキュメンタリーパフォーマンス、かげろう。そして最終日、9月18日はトークセッション。今福島第一原発で何が起きているのか、東京新聞で福島作業員日誌を連載中の片山記者をゲストにお迎えします。このほか期間中は監督や関係者の舞台挨拶も予定しています。2013年にスタートし、今回で3回目となる福島映像祭、ぜひ会場にお越しください。